5回戦のトン3曲、主に中林さんへの質問っぽいですね。堀さんが仕掛けてカンウーワンのテンパイが入ってる中で、中林さんが背底切り番、ウーワンかローワンを切ったらテンパイのところで、当たらない方のローワンを選択しました。どういう思考でローワンを選んだのか、期待ですということで。はいはい。これがトン。これ吐くコースだよね、鈴堀さんが。うん。果敢に。果敢に仕掛けて。あ、ドラカさんはこうだって、みたいな。まあ、ここでトン切りでね、かなりテンパイ残りになりますよね。いや、堀さん、うん、安いって嫌いだから、あんま諦めないですよね、安いってで、ね。まあでも、これは技446、ピンズ、イスピンとかのイシャンテだったらトン切るかもしれないけど。で、なんか、誰も来ないなと。このままワンチャン一人先輩とか、なんねえかなと。うん。思ってたな、この頃は。この順目まで誰も来ないともう、十分ありえそうなんだよな。うん。まあ、これはチーですね、もちろん。うん。で、打って5000点なんで、パーソーぐらいいきますよね。パーソーぐらい、もう打ちたいぐらいですよね。まあ、上がる気はなさそうだけど、うん、上がる気あったろこれ。まあ中林が出たら上がるね。ああそう、うん、ああそう切り、まあ、これだって上がられちゃうかもしれない。確かにね、よっぽどの順目ならと思っとく。で堀さんがスーワン手出しが入ってんだよね、そのスーワンチーズ、でこれうわ、まあ、一応ね、パワーは通ってはいるんだけど、すが手出しで、もともとテンパイという変化に見えるんですよね。で、残ってる無筋が、ワンズしかなくて、で、ウーワン、まあ、自分の目からウーワンワンチャンスになってて、ウーワンとローワンの当たる確率ですよね。これはやっぱり、テンパイという間違いで見えるから、パワーの方があるんじゃないかな、みたいな。まあでも、ローワンシャンプーとかも一応あるんだけど、ローワン自分で2枚使ってるから、これも薄く。だからローワン切ったって感じですよ。別にパワー1点で読んだわけじゃないですね。これ単純にローワンシャンプーだったら、変えるかわからない上に。で、ウッパーワン、ギャルワンだったら変えるじゃん。ウーワン、ミスにかかってるからね、単純に。そうね。さすがにローワン、まだこれ何もすごくも何ともないですね。何を言うんだよ。ビタ止めした素晴らしい曲よ。だってこれおかしいですよ、これウーワン切る人いたら。いや、リャーワンとパワー通ってるよ。ローワン通ってないから、サブローワン。うん、でも、もともとサブローワンテンパイだったら、金切り選手はほぼいないわけだよ。まあね。で、やっぱりスーワン手出しで街変わったってなったら、まあ、ウッパーワンか。うん、だからサブローワン、がワンチャンスに対して、ウパはワンチャンスでもないし、そもそも。まあ、ローは切りますわな。何にもすごくないっすね。すごくないって、堀さん言ってるけど、まず、これ、普通の人は、この数ワンで間違いっていう思考に行かない人が大多数なので、すごいんですよ、これは、普通に。まあ、でもこれ、人読みとかも込みじゃない。まあ、俺が、カワシティでドラ切るときに、あんまり張ってないことないから、ね。しかも、こんだけ、やっぱり、いろいろ全部通ってるから、まあ、もともとテンパイだった確率は、そもそも高いし、何も泣いてないからね、ヤジのパワーワンとかも。こんだけ通ってる上で、C 持ってないから。いや、だからサブローワンだったから泣いてない可能性もあるから。サブローワンだったら、やっぱりスーワン手出しねえだろう。いや、わかんないじゃん。わかるか。もう、しない癖がついてるまであるよね。そうね。わざわざ待ち。街を近くから切りすぎないよね。まあ、スーワンが同順通ってるとかだよね。スーワン同順通ってて、スーワンから切りすることによって、あれポンしてないからサブローワン否定されるじゃんみたいなのはあるよね。そういうから切りはあるけど、まあ、基本ないですね。なんでこんなみんな降りてたんだろう。しかし、この、堀さんの合意みたいな前提に。いや、でもさ、サイクルの手配とかもそうだけどさ、別に降りてはいないよね。まっすぐ行った上で入りませんでしたみたいな。でもパスとかもポーしてないね。これなんだろう、見てみる。あ、欲張ってるね、この人。いやいやいや、おかしくないこれ。なんか急にアサイクルディスみたいな感じで。これ何巡目よ、だって。まあ、ウーピンがまだ切れなかったのかもね。まあ、スーピン切りゃいいんだけどさ。もうなんならさ、
ウーピンキッチンしてるって当たってもいいくらいだけどね。確かにね。だってドラも見えてるから、うん、何も怖くないから、ね、誰の仕掛けも何も怖くないから、ね。うん。どう見ても1000点だね、全員。1000点か。俺に対しては役もあるか不明だし。で、脳天だと1500点の支払いになる可能性がまあまあある。うんうん、もうこれ必死に経験取りに行くとこだね、うん、だってローピン握れ3ピン握るでしょ。これ欲張る局面じゃないじゃん。これも配信間違ってるかもしれないな。いやいやいやばかりしてんだよ。これおかしいでしょ。これ、ね、これ配布見せてたらあのテロップ入れときます。だってこれあと何とも1回2回3回3 回, 3回、うん、まあ今度ねまあ、ポンだね。回数今聞く必要あった。受けもそんなにね、広くないからそもそも。でも結構やっぱりイーシャンテンとかもなんかあれだね。お、ひよってるね。急走切ってるとはいえ、狭く受けてるもんね。ウーピンひよってるね、堀さんにね。だってこんなウーピン別に当たってていいじゃん。ひよってる、うん。このひよりが俺の4000オール生んでるね。あ、この曲、次曲4000オール。カウサッピンのなんかリズムタイヤ裏みたいなのがあった気がする。ほんとだ、アサイクリー U1 行ってればな、ハイペーパー1だからな。はい、2000点だね。時代変わってたね。無理てないわ、これ。まし、見事な U1 止めだったっていうところでね。いやいや、これ普通だから何人。何も見事でもないです。まあでもこれを普通と言えるのはね、あのレベルが高いんですよ。今このローワンの方がウーマンより安全だと至った思考っていうのをみんな聞きたいと思うんで、なんか聞けてよかったかなと思います。いや、ウーマンもローワンも切らない人もそうですもんね。そう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 、それはやばいね。いやだからいるよ、それは悔い改めた方がいいね、考えを。そうね、うん、さすがにカンチーマンとかもあるし、まあカンチーは順番的にどうなの？カンウーワンから。まあでも中身にパワーワン現物なのか。そうそう、小さしたくないよね。ただカンチーワンの方がよく見えるな、明らかに。まあね。あり得るっちゃあり得る。しかも中林からリーチ入った時に後からパワーワン切れるとかもあるから。うん。カンチーワン全然あるね。カンチーワン、ギャンウーワン、パワーワン、サブローワン、その辺かな。そうね。まあローワン3本とか。でも3本もう、ないね。残ってない。相方が。相方がね。一個もない。うん、本当に。一個もないね。一個もない。パッと見れないもん、もう。うん。ソーズ、ピンズ、まず全一瞬で全滅なら分かるからな。うん、まあ、一応、ウーピンがあるのか。一応ね、うん。あるけど、買えないの、それは。買えないね。6号じゃんだもんね。うん。